麗ですね。朝倉市ってやっぱ水がもう美しい。蝶々とか花も咲いてますし、自然豊かですよね。今回は朝倉でどんな謎なんですか？こちらです。はい。先祖代々同姓同名を名乗る一族、まあ言ったら名字も下の名前も全く、柔道ボビーだったら柔道ボビージュニア的な。いや、ジュニアもつかずに。ジュニアつかずにジュニアつかずにできるもんですか、同じ名前で。落語や歌舞伎などの世界のように芸名を引き継いでいるのか。そんな人物が朝倉市にいるならぜひ会いたいということで、早速聞き込み。川辺を歩いていると謎の人物を発見。なんか川の向こう側に人が、何してるんだろうね。こんにちは。声をかけると、あ、すごい、あ、こんにちは。すいません、あの朝倉で同姓同名の一族探してます。同姓同名、はい。君はだけ分からんな。分からないですよね。川魚を取っていたという男性からは謎の一族の情報は聞けず、炎天下の中さらに聞き込みを続けるが。同姓同名、はい。ああ、ちょっと分かんないです。知りませんね。聞いたことないですか。はい。さらに地元の方々が立ち寄る湧き水の水汲み場で。あ、自分いたいですから。そこにあの武家屋敷があるからですね。はい。あ、そちらに行ったら適当な話ができるんですよ。歴史が色濃く残る秋月なら何か分かるかも。ということで、筑前の小京都とも呼ばれる秋月へ。観光案内所で話を伺うと。私の知る範囲では高木くず屋さん、かなりの、はい、老舗というか。くず屋さんで なんで代々受け継ぐお名前を。その謎を解くべく教えてもらった老舗のくず屋さんへ。店頭の上りを見ると、10代目高木久介なんだ、すげえ。10代目高木久介、その人物に会いに店内へ。同姓同名を名乗る一族がいらっしゃるって伺ってきて、はいはい、それが。そうですね、多分うちだと思います、はい。そう、こちらが先祖代々同じ名前を受け継ぐという高木久介さん。広久くず本舗の10代目店主だ。そもそもくずとは、くず湯やくず餅などクズという植物の根から取れるデンプンを使った昔ながらの食べ物。ご主人はこのお店の10代目として伝統を守っているという。それにしても高木久介という名前、芸名ではないようで。うちは襲名制なので、先代が亡くならないと襲名できないわけですね。ああ、なるほど。じゃあ、かぶっている時期はないっていうわけですよ。だってかぶると、あの戸籍2つ、久介、久介っていうのになっちゃうので、はい、それはありません。え、もともと旧名は何でした？圭一です。圭一さん。はい。じゃあ、もう免許証とか、なんか保険証とかを見ていても、全部圭介なんですか？はい。めんどくさかったでしょう。あ、めんどくさかった。その証拠に、本当正式に高木久介さんですね。じゃあ戸籍が実際に変わったことは、はい、はい、ちょっと証明していただきました。わ、はい、かりました。でもその、はい、先祖の方々もずっと高木久介さんでいらっしゃったっていう、なんか資料とかってありますか？そうですね、基本的に家系図っていうのがあります。それがこの家系図。これが今あの圭一さんのままですよね、はいはい、でも旧代名か久介、久介、はいはい、確かに先祖代々久介の文字が。しかし三代目は久介ってどこかには書いてますか？いや、書いてないですね。うちの親父がちょっと言ってたけど、はい、久介を嫌がった代があるとかですねなるほど。だから通り名で久介は名乗ってたけど、実際にも買えなかったっていう人もいたとか。な、その選択肢はあったんですか？あったんだろうね、はい。さらに、なぜ戸籍を変えてまでその名前を受け継ぐのか。うちはあの一子相伝なんですよ。代を受け継ぐ者だけしかその製法を伝授されないっていう、はいはい、
なるほど、広久くず本舗は秋月で200年以上の歴史を持つ老舗のくず屋さん。名前とともに受け継ぐ一子相伝の技で作られる天然 100% の本くずは、古くは徳川幕府や旧宮内省御用達の品に選ばれるなど、品質の高さは折り紙付き。現在でも料理人の間では高品質なくずのことを久助くずと呼んでいるんだとか。そんなくずの原料を見せてもらうと、こちらですね。かなり大きいですね。そうですそうです。これからできるんですか。そうですそうです。いや本当木と思うよね、はい、もうなんかどこかで倒れた木とか、はいはい、そうですね、はい、これが本くずの原料となるカンネカズラの根の部分。これをきれいに洗い細かく粉砕、そこに水をかけでんぷん成分を抽出、さらに水にさらしアクを抜くなど、一子相伝200年続く技を用い、1年半ほどかけて白い本くずが完成するという。そんな本くずを暑い夏にぴったりのくず切りでいただきます。このなんか半透明の白いのがくずでできてる、はい、おお、すごい、めっちゃ美味しそう。うん、うん、食感がすごい、もっちりっていう感じもあるんですけど、はい、その表面の滑らかさと、はい、まあ、すべすべ感がなんかすごいスムーズ、うん、と食べるの気持ちいいんですよ。そののど越しっていうか、もう本当その飲み込んだ瞬間のその本当スルッといって、うん、それがなんか気持ちいいんですよ、うん、美味しい。ちなみに高木久助11代目は、残念ながら今独身なので、はいはい、後継者いないんで、もう番組を見ている視聴者さん多いんで、はい、なんかお嫁さん募集的な、いや恥ずかしくて言えない。あら、ますますお店行きたくなりました。行ったことあるんですけど、高木久助さんはもう存じ上げておりまして、でも、うん、戸籍を変えてるっていうのは知らなかった。すごいですね。あのボビーが見てたクズの原料とかっていうのも店内で普通に見ることできるんですか。いや、あの置いてあるので。置いてあるんですか。江坂さん行ったんですよね。はい、年に何回か行きますけど、うん、置いてありますね。おいしい、おいしい、おいしいです。あそこでしかクズ買わないですし。そうなんですか。スタジオに江坂さんだ。これからの時期ますますね。ね、だからこのような原料を使ってる業者さんっていうのはもう国内で3件しかないんで、はい、だからまあ本当に貴重で、まあ、有名なお店なんかも使ってるということなんですよね。ぜひお店に行っていろいろとご主人とお話をされてみてください、さあそして、いかがでしたかでしょうか。ウィッシュ2箇所気になりすぎて VTR が後半全然探せてなかったです。まあ大体そうですよね。まあそのくらいでもいいんですけどね。詳しくは正解はですね、ウィッシュの公式ツイッターで毎回発表してますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。